1株が値下がりしたらどうするか。まだ投資の勉強しようかなっていうところなのに、なんで損した時のことなんか考えないといけないの。そんな儲けるでしょうっていう人。いや、絶対待つ。絶対投資をしていたら値下がりする銘柄はあります。むしろそっちの方が多いかもしれない。この心の準備、下がった場合どうするっていう予備動作っていうか、プログラムっていうかな、組んでおかないと混乱してとんでもない行動してしまう時があるんですよね。こいつバカかって、あの時の俺はバカだったみたいな行動をするんですよ。投資をやってると必ずこの問題に直面して失敗します。僕だって3年くらい実験してプラマイゼロの状態でした。めっちゃマイナスっていう人もいるけどね。ただあの時の実験は失敗したけど、もう本当に1億円ぐらいの価値があるなと思ってて、投資経験には。元動画では3つの選択肢が説明されましたが、当時はアルゴリズム注文とかなかったので、僕の儲けを少しだけ教えます。もしエントリー後に株が下がったらどうするかっていうと、3つ。そのままで放置、現地投資、揉み消すとか記憶から消すっていうやつ。あとは損切り、もう下がってるから売ってしまえっていう。もう一つが難品。難品なんですけど、これ絶対にやっちゃダメです。初心者絶対にやっちゃいけない。難品というものは下落しているところでさらに買い増していくっていうところなんです。これを難品と言うんですけど、例外とかはあって一応あるとされていて、根拠があるときは難品していいと。ただ、これって超初心者株講座に教えるもんなんで、あんた初心者で実績もないし、何も知らんでしょ。なんで百戦錬磨の投資家と一緒に戦おうとしてるのみたいな。株主優待ライダーっていうのがアステラス薬大好きで難品難品してるっていう聞いてたんですけど、投資家あるまずき行為ですね。だから本当に自分が買いたい銘柄、YouTube でどのチャンネルを参考にするかで、自分の今後の運命、実績、お金っていうのが決まってきます。人生の過ごし方も、株の上達の具合もね、これが選んだ人が悪い場合、最悪株市場から退場することにもなるし、最高の場合だったら億万長者になって、人から尊重されるとか、コミュニティの中心となって活躍できる、もしくは会社員をやらなくても好きなことをやっていける。ファイヤーですね。僕は信用できる人っていうのは当時いなかったから、自分で研究して、僕は学生の時は何のお金もコネも経験も何にもなかったから、自分で研究して誰でも絶対に勝てるっていう手法がたまたまできたんですよ。結論、難品買いっていうのは絶対に初心者はやっちゃいけないし、僕もやらってはいない。こういう下落のトレンド中に難品は危険で、よっぽどお金はどうでもいいから、カバーがエニカラーが株主優待を設置した、ノベリティ欲しい、お金はどうでもいいっていう時ぐらいじゃないとダメ。みんなはそうやって悩むみたいなんですけど、大体僕は対策としてアルゴリズム注文、そもそも悩まないっていう事務的に処理しています。売り注文で儲けた場合の値段設定と、予想が外れて損切りの値段設定を同時に行うことです。またこれがね、株価に応じて自動に調整されていくんです。買った直後に設定することで、悩まずサラリーマンでも健全なメンタルを保てる。この僕、新入社員の時にアルゴリズムっていうものがなくて、もう本当に会社の業務に集中できなかった時があったんだって、すごい怒られてたりとか、1万円安く売っちゃったとかね、勝手に今日1日分給料飛んだ、ただ働きみたいな思いをしたことがあります。だから僕のチャンネル登録とかメンバーシップとか仲間になった人は絶対このアルゴリズムを使いこなしてほしいです。1年前くらいアルゴリズムの基本操作を公開しています。基本は変わらない。細かい設定は変わるけど、メンバーからはなんでサタで公開してるの？安売りしすぎだよ。有料の1万円プランとしてやればとかアドバイスはいただきました。VTuber で僕の解説を見る人は総じて数千万円の資産があって、50歳のおじさんになっても未だ衰えない子供みたいな好奇心っていうのがありました。個人スポンサーを含めて6名ホテルで祝賀会して、投資 VTuber 事務所を創設するとか、そういう話をしたので、僕と一緒にオフ会したいなっていう人はメンバーシップ紹介動画をご覧ください。お金持ちと一緒にいると影響されて、僕の資産も加速的に増えていったんですよ。コミュニティに所属すると大学のサークルのような精神を思い出すことができる。みんなすごい楽しく活動できているなぁと。やっぱりリーダーとして引っ張っていくべきだし、役割も割り振っていった方が自分のそれぞれのメンバーの居場所っていうものができるだろうなと。話が変わります。危険な話を続けますね。危険な株ということで、株価が100円以下の場合は危険というふうに言われています。いわゆる低株というふうに言われるやつです。こういう100円以下の、例えば10円とか20円株っていうのがあるんですけど、1円動くだけで 10% とか、かなり激しい値動きが、それって投資というよりはギャンブルですね。上がるか下がるかみたいな。業績が著しく悪くてずっと赤字が続いていたりとか、倒産する恐れがあったりとか、そういう銘柄も含まれているので値段がこれだけ低いっていうのもあるし、実際こういう
株、すごい安い株を買って夢を見るっていうことはいるらしいですけど、僕はやらなかったけど、それで夢破れるっていう人はたくさんいるらしいです。愚かな。投資というよりはギャンブル。だから株初心者絶対にしないで。他にどういう銘柄が危険かっていうと、配当利回り、優待だけに釣られて買うっていう人も危険。株は買って、で優待もらおうかなと思ったら、ドコモの注意書き、細かく米印の後ちっちゃい文字でいっぱいなんか条件書いてあるとかね。あとは発表したけど一回限り、最初で最後だったみたいなのあるんですよ。配当利回りが高すぎる場合とかね、そういうものは無理して出しているので長続きしないじゃないですか。そもそも会社の身を粉にしているわけなので、会社の体力とか成長とかもっと考えてほしい。あとは減配っていう、普通に減配も考えられるし、そういう発表ってよくあるので、あとは株主優待の改悪とか、そういう発表があってストップ安まで下がるっていうのが頻繁に発生しているらしいです。あとこれは初心者あるあるなんですけど、知ってる銘柄適当に買っちゃうみたいな。知っている銘柄で購入できる手頃な安さだから買うっていう。でも安いって言っても実際は指標割高っていうのがあるので、もう僕の経験を思い出しますね。次行きます。税金の話ですね。ラストです。税金とNISAの話して終わりたいと思います。まず、株は利益を出したら税金を支払わないといけない。儲けたら税金を支払う。当たり前の国民の義務。一方で、その会社員と違って税率がすごい、税法が都合よくできてるんですよ。会社員より。基本、税率は 20.315%。内訳としては、所得税が 15%、住民税が 5%。特別、復興税が 0.315%。これは2024年時点です。この税金どうしたらいいの？どうやって払うの？という問題。それは、証券会社の口座設定で、特定口座の源泉徴収あり。というものを選択すると、証券会社側が自動で処理をしてくれる。つまり、確定申告不要になるわけです。ついでに、副業とは異なり、総合課税ではなく、分離課税という、不労所得に分類され、会社の副業とかには影響されないし、サラリーマンの所得とか税金に影響するものではないので、バレないです。だから、専業主婦が株で1000万円稼いだっていうニュースあるんですけど、旦那の健康保険とか年金の扶養に入ったままになれるんです。だから、この世界って、働かない人たちをかなり優遇して、働く人たちを税金で罰する、不公平な世の中だなぁと、株をやって勉強して思うようになります。あんまりこれを知る人が多くなって実践する人が多くなってくると、塞がれていくんですよね。ごく一部の人がやるから、裏技とか、裏道とか言われるものなんですよ。そうそう。僕は VTuber で事業所得なんで、経費の扱いも結構自由なんですよ。参考にしたい VTuber のメンバーシップに入って研究する。その月額費用も経費に入れて税金を軽減する。打ち消す。っていうことはできます。株でも僕のこういう動画を見るために課金しました。お金使いました。そのインターネットの使用料とか、そういうのも経費にもできる。だからこの世界は何？バカは一生気づけないんですよ。バカな会社員は。その方が投資を始める人たちによって都合がいい。これから始めようっていう人たちは本当に偉いです。賢い人たち。もう投資とか意味わからないから、怖いからいいやって現実投資していて、今が楽しければいいなと思ってる人とは、またレベルが違う人たちがここの動画を見ていると思うので、僕は応援します。応援するし、豊かになっていこう一緒に。また僕はチャンネル登録者数をたくさん増やそうとは思っていなくて、お金とか経済力、信用を求めない弱き者っていうか、使わないバカなやつと、経済力、豊かさ、幸せを求める強き者、それがいるだけだ。ボルデモートの名言です。なんで、より差別化するため、投資家のモチベーションっていうかな、投資を始めた人たちのモチベーションって、割と少数派なので、モチベーションを維持するのが、難しいんですよね。だから、身近に投資をする人がいれば、モチベーションにもなるし、やりくにもつながるし、影響されて、投資手法を変えていく、豊かになっていく、時間の使い方、お金の使い方が変わってくる。その身近な人っていうのは、同じ時間を過ごす人にも代用はできるので、YouTube で株の話をしているチャンネル、もしくは応援したいチャンネルとか、そういうのを見てると、自分も影響を受けてくるので、成長してくると。ちなみに僕は、まこなり社長とかを見て、大学生の時に見てたり、両学長かな、あとはオリエンタル中田敦彦チャンネル、
税金の話に戻ります。確定申告するパターン、損失が出た場合は確定申告で3年間繰り越しが可能ということ。どういうことかって、株は始めたものの損失が出てしまったなという話じゃなかったけどな。例えば今年はマイナス50万円になってしまいましたということで、確定申告を行えば、あ、この人マイナスだったんだという履歴が残る。次の年に50万儲けたっていう時は、その負けたやつと総裁ぶつけ合うことで消すことができるんですよ。なんとね。だからもう少し思い切って投資をして損を確定して、翌年利益が出た場合に今年の5万円と去年の50万円の損、これを相殺して税金を0円という、いわゆる節税という対策ができます。確定申告、これはね、自分でしないといけないのがちょっとめんどくさいっていうのがあります。ついでに医療費控除とか、他にも株の経費申請とかやってみるとついでにいいかな。次、NISA 口座ですね。NISA の攻略法、結論これ。1800万円の非課税枠、これを最短で活用した資金効率がマックスになるという。新 NISA 1800万円の枠すべて E-Maxis シリーズ全世界パックになった投資信託があるんですけど、自分の可能な限り最速で1800万円分買うということで、株の買い時を考えるチャンネルで紹介されていました。その通りですね。新 NISA はいかにインデックスを買うかというゲームということが伝えられていました。新 NISA というのは何か軽く触れておきます。積み立てというのが120万円分ある、成長投資枠が240万円分ある、で合わせて360万円1年間で与えられるという非課税枠、5年間で1800万円に達します。一言で新 NISA とは総額1800万円まで非課税で投資が可能な制度ということです。年間で360万円が上限になっている。よくある質問で、これデイトレードできないかっていう、長期保有を目的に作られている制度なんで、このデイトレードをすると240万円分下手すれば1日で使ってしまいます。しかもこれプラスになるとも限らないっていう。じゃあこの株か投資信託かっていう、株チャンネルでは投資信託っていうおすすめがあって、 E-Maxis 全世界とかなると、そういう商品を僕らが買って、そういうファンドマネージャーという株の専門家プロフェッショナルな人たちが勝手に組み替えを行っていく。だから株がめんどくさいなとかわかんないよ、投資というものがどんなものかまず知りたいという場合は投資信託がいいでしょうね。僕もデイトレードに向かないのはもう一つあってね、損した場合来年に繰り越せないという絶望的な優遇も何もないという、良くも悪くも税制に関与しない、干渉しないという、負けても勝っても、だからこれ勝ちありきの政策なんです。勝たないとダメ絶対。そうすると株で不安定な成績は出していられないから、時間とともに確実に上がっていく投資信託がいいだろうと僕も思います。僕も疑問があって、投資信託は一括か積み立てかっていう件、この場合は一括が資金効率が最大と言いました。まずお金というものは複利というものがあるので、この単純に積み立てていくお金よりも時間とともに経過して増加する複利の割合が大きくなっていく。つまりお金が時間とともに仕事をしているということ。だから運用する金額と運用する時間が長いほど利益が大きくなるっていう単純な数式になります。全世界 E-Maxis っていうのは全世界の発展に連動していて、時間とともに増えるなんで、なるべく早い時期になるべく大きい金額で投資すると時間とともに増える利益が最大になる。これはさっき言ったね。世界の人口が増えると投資をする人が増えるし、経済が活発になり資金が流入するっていうのもあるし、さらに勢いがある企業にファンドマネージャーが組み替えを行っているので、時間とともに投資信託の評価額は上がって当然となる。しかも日本は円安になっていて、それに加えて毎年 2% ほどのインフレをしているから、時間とともに本当に日本のお金の価値が下がって、投資先の全世界パックなんで評価額が数字だけでも上がっていくという仕組み。だから運用資産が時間とともに比例して増えていく、お金の価値が減っていくから至極当然の現象なんです。まあ、オールカントリー E-Maxis、フェム研究所でも紹介されていて、20年30年という単位で長期投資していくわけなので、やっぱり誰でも買える王道の王道、これが今のポジションだと全世界パック E-Maxis に当たると解説されています。なんで余力があるよ、一括で買えるよっていう場合だったら、なるべく初期の段階。なんで、いかに早く埋めるか。それは、どうやって言うか、この1800万円の非課税枠。最速だと4年と数日で埋めることができる。まず、成長投資枠240万円一括買いして、積み立て投資枠は、積み立て投資額を最小限の100円の設定で、1月にボーナス設定の120万円上限一括買いするんですよ。そうすることによって、360万円を11ヶ月運用することができる。
これは毎月一定額の積み立てと比較して、その年の最後に投資すると、1ヶ月間しかお金仕事してないじゃないですか。最初からやると12ヶ月間の仕事をしているわけですから、運用金額、時間が最大になって、それに比例して儲ける金額は増える。手元に全部埋められる資産があればの話で、僕はそこまで資産はないので、この積み立て投資枠は埋められていません。振り返りしていきます。そもそも株とは何なのか、大企業の株がなぜ買えるのか、それは会社が経営に必要なお金を集めるため、会社が上場する理由は何なのか、事業拡大のために資金を集めること、上場していない大手の会社は株主からの干渉を避けたい、企業理念にこだわりが強いとかの理由、株を買う人の種類は個人投資家、一般から資産が1億円以上の人までたくさんいるし、もう一つは機関投資家、100億円以上、1000億円以上とか持っている機関投資家、例えば日本の年金機構の GPIF が世界最大。で、株はどうやって買う？インターネットで完結する。で、利益を出す方法は2種類。キャピタルゲインとインカムゲイン。株を安い価格で購入し、高い価格で売る。保有している株から配当を受け取る。注文方法は2種類。とにかく早く買いたいっていう成り行き。そして、この値段になったら買うっていう罠を仕掛けるタイプの指し値。あとは株の選び方で、ファンダメンタルとテクニカル分析がありましたね。皆さんはどちらが好きですか？もしくは両方を採用しているかな？企業の財務状況、業績の状況、経済の全体を分析して、基本的な企業の強さとか、長期的な成長の潜在力を評価しているファンダメンタル。株価の歴史的な動きや、過去のチャート分析、指標を用いて株価の将来の動きを予想するテクニカル分析。テクニカル分析が直感で簡単でしょう。ファンダメンタルがおとなしいタイプ、テクニカルがもう少しやり手とか本能があるみたいな。やっぱりこの両方を兼ね備えてないと投資っていうのはうまくいかない。ある程度攻めていかないとリターンっていうのも得ない。あとは決算報告書をこういうのを見ないといけない。大変だなっていうけど、チャット GPT で網羅できるっていうのと、見やすくなっているサイトがあるよっていう話。あとは業績が良くなっていると情報修正する可能性があるな。だから EPS っていうのが割安になっていくから株価が上がっていくだろう。だから買いが集まっていくです。あとは為替に連動するパターンがある。だから円安が今加速していってるので、国産メーカーのトヨタとかホンダ、日産かな、あとスズキとか、そういうら辺が上がっていくんじゃないかなという予想ができる。あとは PR という指標、今の株価を一株利益で割ったもの。だから利益が増えていくと、どんどん株価 PR が割安になっていくという計算。割安って言っても、その数字を単純に見るんじゃなくて、その企業の知名度とか夢を見せるか、そういうものによっても大きく影響されていく。安いから買ったら上がるんじゃないかっていうのを、割安には理由がある。だから初心者はまず手をつけない方がいいかな。あとはこれだね、アルゴリズム。これは解説してる人がなかなかいない。また、この値段に設定するといいよ、この値段で注文入れとくといいよっていうチャンネル他になかったので、もうちょっと有料会員にすればとか運営からは言われたので、どうしよう。まあ多分僕の独断上で言っていきます。やっぱりこの自動運転アルゴリズムっていうのは画期的だったんですね。人間の心の弱みっていうのを克服した。あとはちゃんとした入力があれば絶対に勝てるという手法です。一般的には投資する金額が多ければ、それに比例して勝率も利益も上がるという計算。先の解説にはなりますけど、自分の資金の 3.3 倍までを扱える信用取引を行うと、より資産が加速しますね。これは慣れてからの話かな。最後に僕の人生観を聞いてもらっていいですか？人間関係には賞味期限がある。まあ稀に生涯にわたる友達もいますけどね。子供の頃は共通の目的とか悩みとかがあったけど、大人になると価値観が多様化して異なる道を歩むようになる。だから今の話とか未来の話っていうのはできなくなっちゃう。だからあの時はという過去の話だけになって、全然前進しない愚痴だけの話になっちゃうことが多いんですよね。だから自分がもっと豊かになっていきたいよっていう場合は、その先の同じ志を持った仲間、コミュニティに属するべきです。僕の体験からね。友達との距離感、大人になってくると生活環境や関心事が変わるので、かつての友人との間に違和感を覚えることがある。だから僕はもう一緒のこと、もう一切付き合わないって、その空いた時間で新しい人と付き合う、新しい YouTube 授業に取り組むということができたので、今のコミュニティを作ることができたな、やってよかったなと思います。それまで僕3年間とか5年とかずっと孤独で活動していたんですけど、それに耐えられる人が今のポジション YouTuber なのかなっていう目線で見るようになりましたね。配信者 VTuber
番、同じ価値観を持つ人との交流。人々は自分と同じ価値観を持つ人と交流することを好むじゃないですか。これによって元の友達の関係が疎遠に なっていく、疎遠にしていこうっていう。もうこいつ付き合ってもメリット意味がないなっていうんだったら、まあ思いっきりフェードアウトして付き合うのをやめましょうと。その人のためにもならない。捨てると入ってくる。未来に再び交流が生まれるっていう。過去の友達より今の友達、これからの友達。まあビジネスの仲間とか、そういう人たちを大切にすべきです。昔の友達はどうでもいいと言えばどうでもいいです。実際そういう人たちの方が本当多いじゃないですか。結婚してもう一切会わなくなったなぁという友達。誘いに一回きり二回目誘われなかったなぁという僕。あと投資というものは、いくら勉強しても答えっていうのはないし、地獄に入っちゃう。無限地獄に入ってしまうことが多いので、ある程度まで勉強したらもうシンプルに逆に見るところを省いていく。まあその度合いがわからないので、やっぱりこう資産がある人に聞くのが早いんでしょうね。僕結構プライドが高くて聞きにくいな。けど僕はニュースとかね、株チャンネルとかはもうめったに参考にはしていない。アルゴリズム注文といって、利益幅を自動で最大化して損切りも2ヶ月くらい機械がねずっと監視してくれるっていうので見張ってくれるので、一度設定してしまえば手放しで、僕は専業投資家として会社員以上の収入を得ているという。 YouTube 事業を趣味でやっていてマイナスになっちゃうので、税務署からね怒られてるっていう目をつけられないようにある程度利益を出さないと思っています。そうそう、僕をフォローするメリットとしては以下の点が挙げられます。株式投資の知識とアルゴリズム。株の価格設定に関するアルゴリズム知識が得られるため、投資に興味のある方は特に有益です。業績よりも心理学に重点を置いた内容で、投資だけではなく日常生活以外にも応用可能な心理学的洞察を得ることができる。あとはコミュニティとの交流、ファン同士の交流を目指しているため、同じ趣味を持つ人々のネットワーキングの場として利用できます。直近だと愛知県の西浦ゴールデンウィーク明けの時に6人でホテルでお泊まり会します。グループチャンネル収益化が通ったので、その祝賀会とか、あとは VTuber 事務所をどうやって作っていくかとかね、会社作るのかみたいな、お金持ち有権者が集まる運営者の集まり、スポンサーの集まりですね。まあ参加してみたいよっていう人は、ここの YouTube の概要のメールアドレスか、Twitter の DM でもいいですね。最後にこれはね、教科書、僕の教科書、記憶喪失になってもいいように僕がまとめたもので、この動画が良かったって言ったらもう高評価。そして、この動画続きが見たいよって言ったらチャンネル登録。そして、一緒に活動したいよって言ったら、メンバーシップか、ピクシブファンボックス。メンバーシップの動画の説明を見れば、どういう活動してるか分かると思います。それではまた、もっとお金持ちになった状態で会いましょう。バイバイ。